コエンターテインメント。かつて陥落した幕府に背き謎の異星人と戦ったモノノフ上位志士、彼らの怒涛の勢いにアマントも奮戦。戦は熾烈を極めた。そんな中、一人の男がこの荒れ果てた戦場に立ち、瞬く間アマントを打ち倒していった。その男、銀色の影をなびかせ戦場に狩る姿はまさしく夜叉。銀時、銀時、大丈夫か？なんとか生きてる。ここを抜ければあと少しで本陣だ。気を抜くなよ。ズラ、てめえもな。こいつでどうだ。こっちにも敵の増援が来たぞ。高杉、お前人の心配できるようになったんだな。てめえもせいぜい死なないように気をつけな。こっちのセリフだ。さて決めるか。いいな。金時、調子出てるみたいじゃな。立つな。てめえもボサッとしてねえで戦えっつうの。おまんらが暴れていればわしなんて出る幕ないじゃろ。敵の親玉が出てきたみたいだな。わしらはここを押さえ中から行ってこい。金時、てめえら死ぬんじゃねえぞ。Yeah.
銀時、後のことは頼みました。銀時、よし。もし俺が落ちんだら、侍の国、よし。僕らの国がそう呼ばれたのは今は昔の話。何も変わ